はい、皆さんこんにちは。ギタリストのサトチです。今日もよろしくお願いいたします。本日は、特に初心者の方々で経験あると思います、多くの方が言われてたことあると思います、何か弾いてよの時の対処法の解説をさせていただきます。ちなみに今回お話しする内容なんですけども、その何か弾いてよという場面だけではなく、普段の練習やお仕事終わって家に帰ってきてなんとなくギターを弾く時にも非常に重要なことでございます。何か弾いてよって言われて、一般的に知られてない曲のリフとかフレーズを弾いても反応が薄かったっていうことって結構あると思うんですね。それってなんかちょっと虚しいし悲しいじゃないですか。で、今回のやり方をやっていただくと、その反応が薄くなるというのはなくなります。そして楽器屋さんで試奏するときにもすごい非常にいいアイディアだと思いますので、ぜひやっていただきたいなと思います。ではその何か弾いてよって言われた時に、僕がこれはあまり実はやんない方がいいんじゃないかなとか、反応が薄いとか、逆にその何か弾いてよって言ってきたのにその人がちょっと反応が困ってるみたいな感じになっちゃうようなやり方なんですけども、それが例えばそのギターソロを弾きまくるような感じですね。という感じのものですね。僕の経験上ですよ。確かに今のって、なんか弾いてようには答えてもいますし、とにかくその指が割と早く動いてる。早く動いてる方だと思います、今のは。早く動いてるので、それなりにすごいっていう感じになると思うんですけども、楽器とか音楽をやってない方々が、楽器とか、音楽、今回したらギターですね、をやってる方々に対して何か弾いてよって言った時の、その人たちの気持ちってわかりますか？これね、ほとんどがそうだと思うんですけども、曲なんですよ。曲をなんか弾いてよっていう感じだと思うんですね。ですね、もちろんその皆さんが知ってるような曲とかを弾けるのがいいと思うんですけども、でも人によって音楽の好みって違うし、ジャンルとかね、聴くジャンルとか違うじゃないですか。日本の J-POP とか歌謡曲、最近流行りのシティポップを聴く人もいれば、海外の音楽を聴く人もいるし、ね、インストとかで、ジャズとかで、ね、バリバリ聴く人もいるんで、その別に音楽とか楽器やってなくてもね、ジャズとか聴く人もたくさんいますし、だからわかんないじゃないですか、どんな曲やっていいのか。なので曲を弾くんじゃなくて曲っぽく弾けばいいんですね。でそんなこと初心者に言われてもできないよって思うわけじゃないですか。じゃあどうやったら曲っぽくなるのか、で逆にどうやったら曲っぽくならないのかが重要だと僕は思います。では今回例としてなんですけども、コードを2つ出します。こちらです。 Dm7th と Em7th ですね。同じフォームで横にずらせばいいっていうだけでございます。そして、譜面のリズムで弾くとタータッっていう感じになるんですけども、これを曲っぽく弾けばいいんですよ。その曲っぽく弾く、そして曲っぽく聞こえないようなやり方っていうのが、曲っぽく聞こえないようなやり方ですと、こんな感じですね。という感じでございますね。じゃあ曲っぽく聞こえるようなやり方っていうのはどんな感じかって言いますと、今の曲っぽいですね。なんかの曲のイントロかなっていう感じには聞こえるとは思うんですけども、適当にやっただけです。そのリズムなんですよ、やっぱり。リズムを、例えばそのテンポ90ぐらいでやって、絶対ずれないように弾けっていうわけじゃないんですね。これはオンタイムっていうんですけども、ちゃんと曲が流れているかのように弾く。なんとなくそのフレーズをなぞってするだけじゃなくて、曲の進行にリズムにのっとってなぞっていく、やっていくっていうのをオンタイムとかオンタイム演奏っていうんですけども、そのリズムを保ってそのオンタイムでやることがすごい重要だと僕は思っております。で実際今回適当に Dm7th と Em7th というコードでただやっただけなんですけども、曲っぽく聞こえるわけじゃないですか。でこれはなんか弾いてよって言ってきた人たちの気持ちにはちゃんとお答えできると思うんですね。であとは楽器屋さんで試奏するときにもう全然コピーとか曲わからなくて、でも楽器弾いてみたいっていう時にこういう風にやれば、店員さんとかもおすごいなんかかっこいいギター弾く人いるなっていう感じにはなると思います。あとはそのダーダダーダを保って、ちょっとね
上級者っぽい言い方をしますと、まあなんか適当に挟んでいけばいいんですよ。で、基本がこうじゃないですか。で、このわざとこのカウントの音を取っていく、出すように弾くっていうのも結構重要だと思うんですね。これは別に、まあ、手でもいいんですが、ピッコそのまま当てているだけですね。で、今ピックの当て方ってのはシブ、コード以外の部分、休符の部分はシブでやってますけども、まあたまに8部でやったりとか16でやったりとかでも全然 OK でございます。これもね、適当にやるうちに入りますので、全然曲っぽいですよね。なんかもうそのうちドラムが入ってきそうな感じにはなります。あとはせっかくなので、今回、まあ覚えておいていただきたいなと思うんですけども、 Dm7th、 なんとか -7th っていうコードが出た時に、今回は Dm7th と Em7th、 まあ要するに5弦ルートのコードフォームでやらせていただいています。その時に1弦をこのように小指で押さえるんですよ。 Dm7th でしたら8フレット、 Em7th でしたら10フレット、こういう響きです。で、これを押さえっぱなしに使ってもいいですし、押さえたり離したりしてもいいんですよ。例えば押さえっぱなしにすると、で離したりします。逆、これだけで十分曲っぽく聞こえますので、あとは今回お話ししたオンタイム、まあ、リズムグルーブということにはなるんですけども、たまたま Dm7th と Em7th っていうコード2つ使ったじゃないですか。これ変な話、適当にずらしてもいいんですよ。ただしリズムは保ってやる。で、リズムをもうずれちゃうと本当に、あ、なんか今人ミスしたんだなっていう感じになってしまって、まあ、何回弾いてよって言ってきた人たちもちょっとがっくしするパターンが結構多いので、まあ、その悪い例がこんな感じですね。途中までは良かったのに、コードをずらした瞬間にリズムもよたる。まあ、ちょっとやっぱね、あ、ミスったな感がすごい強いじゃないですか。で、このコード進行、例えば適当に今ずらしただけなんで、たまたま Fm11th っていうことになりました。まあ、理論的にはちょっとあんまりないようなコードなんですけども、じゃあ、ではそれをオンタイムでリズムを保って弾いてみたいと思います。どうですか？もう普通にこういう曲っぽく聞こえますよね。いや、そうなんですよ。やっぱね、リズムなんですよ。なので、ぶっちゃけコード進行もたまたま今回 Dm7th と Em7th を紹介したっていうだけなんで、別に何でもいいんですよ。どんなコード進行でも絶対大丈夫なんで、例えば、本当に今適当にします。本当に今適当に弾いただけですね。もしかしたら既存の曲にこういうコード進行の曲がある、いや、ないな、ないですね。本当に適当に弾いただけですね。ですので、まあ僕のこのチャンネル、 YouTube のチャンネルでも結構言ってるんですけど、やっぱりリズムってすごい重要だと思うんですよ。ちょっと前にもそのスモークオンザウォーターのリフを例に出してやったんですけども、やっぱりその音を、まあ、ポジションのことですね。ギターの場合多少間違えてもリズムが合ってると結構かっこよく弾けるいい楽器なんですよ、ギターって。まあ、そういう、まあ、ごまかしが効くんで僕も選んで、やってはいるんですけども、せっかくで、ね、そういうかっこよくごまかせるんで、そのかっこいいごまかし方とかも学んでいただいて、で、一流のプロの方々にもね、聞いていただければとか、聞く場面はないと思うんですけども、多分まあインタビューとかでも言ってると思うんですけども、やっぱね、ごまかし方もやっぱ上級者とか、まあ、上手い人の技術のうちではありますので、全然恥ずかしいことでも何でもないので、そういうこともね、ぜひぜひ学んでいただければと思います。やっぱり絶対リズムなんで、楽器屋さん、行って試奏するときも、もうどんなコードでもいいので、オンタイムでやって、で勝手にずらしてオンタイムでやる。
だけですごい今みたいにかっこよく聞こえますし、お、ギター持ってんの、なんか弾いてよ、エレキギターでしょ、かっこいいの弾いてよって時に今みたいな感じでやれば全然いいと思います。で、ちょっとでギターソロをね、実は本当はコードじゃなくてギターソロの方が好きなんだっていう人たちもリズムを保って弾けばいいんですよ、今みたいに。リズムでございますので、あのリズムギターっていう言葉があると思うんですけど、リズムギターもすごい楽しいんで、楽しいし重要だし上手くなるので、ぜひ皆さんやっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。またすぐにレッスン動画アップさせていただきます。ぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。